Good day, viewers. Welcome back to Digimon Stories. I've got Dragapult here. Now I'm gonna have a look here. Near the cutscene. こっち! こっち! This way! This way! Nah, 行ってみようぜ! Let's hurry up and go. 怖いよ! Really? I'm scared. 帰ろうよ! It's okay. Let's go. Hayaku. Hurry. Kochi oideyo. Hayaku. Hayaku. Kochi oideyo. Kochi. What was that? A forest. Chapter 12, Wandering. What is this place? Betting that's Yugo, the one glowing over there. Leave it here, boy. I don't understand the word he's saying. They're all digital language. Anita? What's going on? I have no idea what's going on. Oh, there's a lot of eaters. This is how the world will end. As the number of eaters increase, it will be eroded away to nothingness. I'm Yugo. Yugo's brother. Ah. My body is a symptom and still Eden Shogun. I am like you. No, I'm different. My body is completely cyber. Anyway, thank you for saving my sister from the ocean. ユウコを侵食から守ろうとしていたけど、君がいなければ、あのまま取り込まれてしまったはずだ。まさか、あんな方法があったとは。君のコネクトジャンプには、本当に驚かされる。しかし、君がイーターと繋がってくれたおかげで、こうして会うことができた。そう、僕が君を呼んだんだ。 君はそれに応えて、ここへ来てくれたんだろう。気がついたらここにいた。何が起きたかわからない。それは災難だったね。僕が呼んだせいもあるだろうけど、誰かの呼び声に応える。君には、そういう力が備わっているんじゃないかな。 ここがどこなのか気になるかい？ここはとあるネットワーク上に存在する特殊な領域だよ。君と会うために僕が救護しらえで用意した。君は僕の呼び声に無意識下で応えて、そのネットワークにアクセスした。
君の中に僕のかけらがある。断片化された。それを通して声を届けることができた。嬉しかったよ。君、ただそのせいでいろいろと迷惑もかけたと思う。ここへ来て君が体験した妙な出来事は全て断片化された僕の記憶の影響で見たものだ。他にも似たような体験を君はしているはず。それらは僕の記憶の断片が引き寄せていた。かくいう僕も本体と思い込んでいるだけの少しばかり容量の大きな断片で、君にとっては迷惑そのもの。僕の断片がどんな姿で現れていたか知らなかったけど、なるほど、幽霊か。相当不気味がられているんだな。ユーコや特にノキアを。君に迎えが来たよ。驚きだな。どうやってここを見つけたんだろう。とても深く強く君とつながっているらしい。僕の声に答えてくれて、ありがとう。君に会えて本当によかった。ユーゴやノキア、新たに伝えてほしい。僕は大丈夫だと。だから look for me. 僕を探す。Swore I saw Alphamon. He was standing there. Whoa! What happened here? The reward got digital. Oh! Oh! Oh!何かトラブルですか？おいおい、いっぺんに質問してやるなよ。一週間以上も連絡が取れなかったんですよ。しかもあんな別れ方になって心配して当然です。ああ、はいはい、分かった分かった。とにかく無事でよかったじゃないか。詳しい話は直接会ってから。それでいいだろ。それじゃ今から中野で会おう。早く事務所に戻りたいだろうし。じゃあ後でな。よかった。本当によかったです。怪我はしていませんか？体に異常は。だから、いっぺんに質問してやんなっての。そいつは無理な相談ですぜ。ゆうこっちってば、この子が消えちゃってから、超心配してたんだから。誤解しないでください。お礼もちゃんと言えないうちに行方不明になられたせいで、この1週間目覚めが悪かっただけです。行方不明になるならちゃんと私がお礼を言ってけじめをつけてからにしてください。オタク、そのツインデレレベル高すぎだろう。ともかくあの時はありがとうございます。心配してたのは俺たちだけじゃないんだぜ。京子さんもずっとお前を探してた。ただちょっと前から連絡が取れないんだ。無事に帰ってきたこと京子さんに伝えておいたら、君のデジバイスからなら連絡取れるかもよ。お宅のデジバイスでもダメか。京子さん、どこ行っちゃったんだろう。
Newsflash! Let's see what happens. The government is rushing to respond to the mischief phenomenon that will be blanketing the greater Tokyo area. We ask specialists about this strange phenomenon, which make the victim have become lost in some kind of virtual world and... Soto, you saw it. If you look outside, the world has been changing ever since. テレビだってこのニュースばっかやってやる。何も知らない自称専門家さんが毎日ご考察垂れてるよ。次元の扉が開いた影響で大規模なデジタルシフトが起きています。収束する気配はありません。デジモンたちも現実の東京を自由に確保している。デジモンが実体化するのはまだね。まずいのはイーターだ。あいつらは見境なく人を襲うからな。もっと早く止められていれば。もう、アラタ、それはいい子なしって決めたじゃん。そんな悠長なこと言ってられっか。この瞬間も誰かがイーターに襲われてるんだぜ。それはそうだけどさ、そういえば岸辺ロードナイトモンだっけ。まだ見つからない感じ。はい、まだ足取りがつかめません。神城の CEO、岸辺リエはハッカーに拘束された。事実を知らないマスコミはそんな憶測を報道していますが、何でもかんでもハッカーのせいにされちゃってるね。ハッカーを悪者にしておけばオールオッケーみたいな。無理もねえけど、日頃の行いが悪いのは事実だし、実際ハッカーが失敗したせいで被害が出てるんだ。だからそれよりオタクが行方不明の間一体何があったんだ。しか何とも言えねえ話だな。全部が全部幻ってわけでも。本当に兄さんに会ったんですか。兄さんはエデン症候群になってセントラル病院でずっと意識不明のまま眠っているんです。その兄さんと会話ができたなんて、エデンのアバターのようなものだったんだよね。私を助けてくれてありがとうと、そう兄が言ったんですか。お兄ちゃん、私、兄を救いたい。エデン症候群の治療法を、ひいてはそれが、たくさんのエデン症候群の患者を救い、父が産んだエデンを救うことにつながるから。そのためにも、私はもう一度、あの人に会って決着をつけます。キシベリエ、ロードナイトモンに。あの人は、父の死に必ず関わっている。それにイーターのことも詳しく知っているはずです。俺も岸辺は許せねえ。ハッカーの存在を都合よく利用してやがったんだ。ロイヤルナイツってのは相当上位のデジモンなんだよ。強力なデジモンやイーターに対抗。私はデジモンたちが気になる。いきなりこんなことになってパニクってる子もたくさんいるみたいなんだよね。わけわかんなくて怯えて暴れたり。このまま放っておいたら人間とデジモンが本当に戦争を始めちゃうかもしれないって。オメガモンはそれを止めたいって言ってる。私たちリベリオンズはオメガモンを手伝う。つまりラブラブデジモン絆大作戦マックス。どうやらやりてえことを、やらなきゃいけねえことが。今の何？おい、お前。大丈夫な？反電脳体か。この規模のデジタルシフトが起きてんだ。オタクの体にも影響が出ちまってるのかもな。あ、刑事さん。おお、やっぱりここに集まってたか。京子さんは留守ですけど、どうかしたんですか？いや、用があるのは。俺、
だろ。よくわかったな。そろそろ来る頃だと思ってたんだ。例のハッキー。ああ、間もなくお前、真田新たな指名手配される。どうしてそんなことに? That gonna happen? 東京中を停電させたこの間のハッキングで令状が出たの。待ってください。ハッキング行為の事実ですが、あれには正当な理由が。ミエさんの失踪については。分かってる。だが俺はそれらの件で真田新を重要参考人。ここらで分かりやすい敵をでっち上げて世論のパニックを抑えようって魂胆だ。お偉方の考えそうなこと。悔しいがその通りだ。だが俺は京ちゃんから事情、今東京で起きていることについても君たちほどではないが多少なりとも理解しているつもりだ。必ず俺が上と話をつける。だからさらば、ここはおとなしく警察の保護を受け。嫌だ。おいおい、逃げたりしたらそれこそ上の思うつぼだぞ。お前はまだ未成年なんだ。大人の言うことを聞いて。ねえ、あなた、さすがにここは刑事さんの言う。それにそもそもは私の救出を目的とした作戦で実行されたハッキングです。一連の事件には私たち全員が関わっている。いわば私たちは共犯。新田さんが罪を問われるなら。おいおい、上白優子さん、話がややこしくね。これは事実です。あなた一人が負うべき責任じゃない。カッコつけるのはやめてください。そういえばお宅の優子だったな。なら俺最終的に誰かがケツ拭いてくれるって期待して一人で突っ張って。それに全員が警察に目つけられてると俺らにはやんなきゃいけないことがあんだろ。今のは聞かなかったことにしてくれよ、マテウスさん。ま、言われなくてもそうしてくれると。ユウコたちが共犯ならあんたもだよな、京子さん。何の話だ。すまん、伊達がまた何かやらかしてないか心配でな。気もそぞろで聞いてなかった。助かるよ。あと悪いけど、やっぱあんたの話には乗れない。あんたみてえないかつい大人に保護されるなんて真っ平ごめんだからさ。勝手なことばかり言いやがって。あのな、今は強がり言ってられる状況じゃないんだぞ。そんなんじゃねえよ。警察が事情、まあ、あんたのことは信頼してるけどさ。つうわけで、俺から晴れて全国指名手配犯ってわけだ。また一つ俺様レジェンド達成ってか。上等上等。けどもうオタクらとは一緒にはいられ。晴れた。おい待て、真田、勝手な真似するんじゃない。Don't do anything foolish. バッカじゃねえの。待て、座れて待つハッカーなんていねえっつ。 Heard of a hacker backing down because someone told them to stop? 自由にデジモン呼び出せるのは便利だな。これなら俺余裕で逃げてるんじゃねえの。おっと、そうだ。Oh yeah, that's right. おたく、マジで遅いしすぎだから。その面倒な性格。 I'd get that pig if I were you.そんじゃな、オタクらと遊ぶの結構楽しかったぜ。あらへん。あらへん。It's pretty cool hanging out with you all. Ciao! 待て、真田！ Stand the way! アラタ、why? なんで？どうしよう。新田さんが罪をかぶってくれるおかげで私たちはこれまで通り自由に動けます。これで事件の早期解決に臨める。事件が解決すれば新田さんの冤罪を証明できるはず。それが新田さんの狙いです。確かにあのカッコつけようはもはや病気の域ですね。ですが
そのために背負ったリスクは大きい。あなたさんの覚悟。そうだね。私たちは私たちにやれることをやんなきゃだね。私はリエさんの行方を追います。何か私はデジモンラブラブ絆対策でマックスを観光しつつ、デジモンたちから情報とか友情とか愛情とか。I thought we would remain on the one to this iPad. I wonder where Kyoko has gone to. I wonder where Kyoko has gone to. Guess I'll be doing whatever I can. Say! That was just a long time to see. Huh? What was that?なんだよ、お前だけか。あのうさんくせえ女探偵が行方不明って。なーに、人の顔見てがっかりしてんだよ。失礼だろうが。おい、しょげてたってしょうがねえだ。気長に待ってりゃいいんだよ。あの女探偵のことだ。そのうちフラッと戻ってくるさ。にしても、お前だけとは想定外だったぜ。You have a case for the Ruby Detective Agency? You're really annoying, but that's better than being depressed. しょうがねえ、お前で行くか。私も手が回んねえし。I need the help anyway. いや、I'll say there were peculiar circumstances. ねえ、もういい？ Can I come out now?No! Oh yeah! いいぞ。 Come on out! Bye! Hooray! Hey! 僕、ロップマン。よろしく。 I'm Loppa, nice to meet you. ねえ、この人は僕の相談に乗ってくれるの。こいつが依頼しちゃった。人探し、I mean, いや、デジモン探しを頼みたいのださ。Chapter 13 already? That was just a cutscene on chapter 12, now chapter 13? That was quite fast.町でこいつがオロオロしてたのを見つけてさ、放っておくわけにはいかない。で、思いついたのがお前んとこだったってわけだ。お前らこういうわけわかんねえ事件得意だろ。今じゃ東京のあちこちにこんなんが現れて大混乱だ。私ら警察もどう対応していいんだかはっきりし、なのに偶然拾ったこいつは言葉も通じるし、別に暴れるのもかかわいいじゃねえか。ガッサンキュー。ああ、お前今悪かった。悪かったな、柄にもねえこと言って。デジモンだからってこんなやつをむやみにとっちめ、害がなさそうだし困ってるみてえだから連れてきたんだ。ねえ、デジモンにもいろんなのがいるんだ。まあ気にすんな、人間だって同じようなもんだし。それより後で触らせろや。もう無理。とにかく私は又吉さんのところに応援に行かなきゃいけねえんだ。こいつはお前に任せっから、最後までちゃんと面倒見てくれよ。人間だろうがデジモンだろうが依頼者は依頼者だ。いやもうもないだろう。あれ、何だったの。安心したぜ。じゃあ、あと頼む。そいつのこと泣かしでもしたら、よ。ああ、そうだ。またよしさんから伝え。お前のダチの、アラタだっけか。あいつの逮捕状が正式に発行され。
つまり晴れて全国指名手配。頭の固い上層部の連中はあの新たってやつが今回起こった異変の中心人物って考えてる。誤解すんなよ。またよしさんすんげえ頑張ってくれたんだぜ。でも馬の耳に念仏ってやつでさ、全く聞く耳持ちはしない。まあ心配すんなって。またよしさんが動いてくれてんだ。絶対悪いようにはなんねえよ。私もガキの頃は何回もやんちゃしたけど、あの人だけは最後まで面倒を見てくれてさ。お前らなんか事情があったんだろ。安心しな。またよしさんはそういうやつのことを見捨てたりしねえよ。じゃあな、このチビのことよろしく頼むな。君の友達も迷子なの？じゃあ一緒に探そう。きっと見つかるよ。よーし、そうと決まったら友達探しに出発進行。Hey, I was able to come to the river too. I know it's causing bad stuff happening, but it's nice to be here, Kyoko and everyone. I got some messages. I checked those. Got 7 of them. Ata and Kyoko are a concern, yet don't be dismayed. I see what you can see what we can find. Gotta take a break now and then for me. It's a quick ice cream break would do the trick. Seems like things are getting crazy out there. You watch yourself in the city.Leave this to me, you better handle the first part too. Okay. Oh, Lop was with me. See him down there. For same. So, we'll be out of time. So, that's the next part of the video. So, anyway, this is Dragon Fang signing out. Goodbye.